今ご紹介いただきました、京都産業大学で今年の4月より法制史を担当しております呉と、申します。で、まあ、私はですね、ちょっと微妙なんですね。つまりよく一般的には紹介される時は皆さんご存知の所功先生の弟子という扱いをされることが多いのですけれども、ただ私は所先生の授業っていうのはですね、2年ほどしか受けたことがないんですね。私は学部は同志社でございまして、そこに、私の、まあ、最初の指導教官だった方が定年になられてお引きになられた後、所先生が非常勤で、いらっしゃいましてですね、まあ、ちょうどそれが小泉政権の頃の、女性天皇を認めるかどうかという皇室典範の改正の頃でございまして、その有識者会議に所先生がお出になるということで、まあ、その前段階のお話なんかをちょっといろいろ聞かせていただいたということがございます。で、まあ、その後1年、もう1年私が講義を聴講させていただいて、で、まあ、その後私京都大学の法政史の方に移りましたので、所先生という人は学生に携帯番号を教えるんですね。ようするなと思います。私はとても教えられませんが 何かあったら電話かけてこいとおっしゃるんですね。今でもちょっとほいほい教えられるんで 私ちょっと先生やめた方がいいですよと言うんですが、まあ、その時はいただいた携帯の方にかけまして、ちょっと今年からもう行けませんと、京大の方行きますのでと、いうことをお話をいたしました。で、まあ、そうですかということで、その時は終わったんですが、まあ、私も法政史ですからまた何かありましたらよろしくと言われまして、まあ、しばらくして年号について何か関連論文があったら送ってほしいと言われてましたので、まあ、私はちょいちょい調べれば出てきたものがありましたので、それをまとめてお送りしましたところですね、まあ、こいつは言うと仕事をすると思われたのかですね、しばらくして日本年号志大辞典という本を雄山閣から出すことになったので手伝ってほしいということを言われたわけでございます。で、それは雄山閣の本で、まあ、この「文春新書」の母体となった本なんですが、何が恐ろしいって今までにない本を出すと。何かというと、現在平成までの年号は日本では247。その247全ての年号に解説をつけると。どういう理由で年号を変えて、どういう理由で年号をの文字が決められて、その会議には誰が参加してたか、全部書くというんですね。いや、それやるのはいいですけど、誰が書くんですかっていう話でありまして、まあ、やることになった。とか、最初は私は呉さんは平安時代を書いてくださいと。平安時代だって多いんですよ。平安時代の方が面倒くさいなと思ってながら、まあ、お引き受けしましたところ、しばらくして、ちょっと中世をやる人先生の具合が悪くなったので、鎌倉時代までやってくれと。鎌倉も多いんですよ。よくか3年に1回ぐらい変えてますからね。で、しばらくして、で、呉さん、飛鳥奈良からとか言うから、いや、先生、飛鳥奈良は先生が書くんでしょって言ったら、そうでしたかねと。まあ、ついでですからやってくださいと言われまして、大体私247あるうちの180ぐらいは私は書いてるんですね。ということがありまして、まあ、ずっとそういうことを、まあ、書くことになりましてですね、もうちょうど5年前のですね、また、まあ、ここは所先生の先見の明でありまして、私はね、先生ね、もう無理ですってこれはと。即位25周年で出すっていうと無理ですと。即位30周年まであと5年ありますから、その間ゆっくりやったらいいじゃないですかって言ったんですが、いや、25周年に出すんだって言って、まあ、結局満25年ということでギリギリ出せたんですが、まあ、その時まだ、まあ、もう日々編集者の電話に追われながらですね、もう書いていたということがございます。まあ、その後、まあ、そういうこともありまして、年号関係のことをいろいろお達するということもありまして、まあ、その後文春新書を書くに至ったと、まあ、所先生と一緒に書くということになった次第で、ございます。まあ、年号志大辞典の方は現在普及版として出ております。普及版といいましても、初版と値段は変わりません。ただ箱がなくなっただけで、カバーが豪華になっただけなんですが 多少修正なども加えまして、まあ、出しております。そちらの方が、まあ、個別の年号についてはいろいろ詳しい、ものが出ておりまして、またそれもご参考いただければと思います。たまにコンビニとかで売ってる年号の個別の項目とか見ると、
これは僕は初めて書いたことやけど、なんでこの人書いてんねんやろっていう時がありますね。私はちょっとたまにね、意地の悪いことしまして、これを初出だとは言ってないが、私しかこの組み合わせは知らないというようなことをそこに書いておきましたので、黙って引用すると分かるというようにしているんですけれども、おかげさまで、いろんな年号関係の本でもですね、活用していただいておりますし、著書などいろんなご研究の際にもですね、便利であるということで、使っていただいているようでございますので、またこちらはですね、結構いい値段しますので、図書館などでちょっと見ていただければというふうに思います。まあ、そういう形で年号についてはいろいろ、お話しするということになったわけですが、まさかですね、私も所先生もそうです、こんなことになるとは思わなかったんですよね。こんなに早く来るとは思わなかったので、あと15、6年ぐらいする頃にちょっとバタバタし始めるんじゃないですかみたいなことを、のんきなこと言ってたらですね、だってお元気でしたからね、金城陛下ですから、そんなことは当分ないだろうと思っていたところ、上位ということになりましてですね、途端に、こういう、元号ですとか即位礼大嘗祭についての関心が高まってくるということになったわけでございます。いろいろですね、実は私もこれに合わせまして、どんなものがあるのかなということで、機会があれば探してるんですけれども、皆さんこれはご存知でしょうか、こういう ものでございます。こういうことができるというやつですね。これは国立公文書館というですね、皇居のお堀端にあります、今いろいろ話題になっております、いわゆる公文書を保存しておくための機関でございますが、そこに、例えば日本国憲法の原本なんかもそこに保存してるんですけれども、そこにこれが保存されてるんですね。で、もともとは竹下登さんのお家にあったんです。で、大悟さんがテレビに出るたびにですね、大悟さんの実家訪問をするたびにいつもこれが出てたんですが、ちょうど北川景子さんとご結婚された頃だと思いますけれども、もうあんなも置いとくべきじゃないんじゃないかみたいなこと、竹下家の方から話が出まして、公文書館の方に帰宅ということになって、現在公文書館行きますと常設展、1階の常設展にこれが展示されております。で、公文書館というのはですね、いろんなグッズ売ってるんですが、歴代総理大臣の顔が入ったクリアファイルとかですね、そんなものを誰が買うんだろうかっていうようなものを売ってるんですね。っていう感じのものなんですよ、結局。日本国憲法の原本の写真の絵はがきとかですね、こんなものをもらって喜ぶのはかなり特殊な人ではないかというようなものを売ってるんですが、私もですね、あそこの売店でそんなものが売れてるの見たことないんですが、これはめちゃくちゃ売れてるらしいですね。1枚300円。じゃあ200円か、200円、クリアファイルとしてはそんなもんでしょう。で、結構なんか100部単位で通販とかで買ってる人もいるようでして、ちょっと東京土産にはちょうどいいんですね、なかなか受けも狙えるしということで、売れてるようでございます。で、その他ですね、これもちょっと珍しいものですが、さよなら平成ステーショナリーブックというのがありまして、平成のこの元にした文房具を入れたものでございます。1280円でございますが、何が入ってるかと言いますと、これもですね、こんなものを誰が使うんだろうかっていうものが入ってるんですね。平成ノートブック。なんか、平成小物入れってですね、これに何を使うんだろうかっていう感じで、平成ミニエクリアファイル、平成付箋ですね、っていう感じですね、っていう感じです。もうこれは明らかにこういう時にしか使えないものでございますから、私も買って、これも一つのね、平成の終わりの、歴史的産物だろうと思って、買ってるんですが、そういう形で、いろいろとですね、平成に関するものは販売されております。で、もう一つはですね、平成の終わりということと、もう一つは次がどうなるかということでございます。で、一番困ってるのはカレンダー業界が困ってる、あとはシステムエンジニアの人が困ってるなんていう言い方がされまして、カレンダーなんか現在販売されてるものは概ねもう西暦でいこうということになってるんですが、実は西暦で売るわけにはいかんというところがございます。
皆さん、皇居に行きますと、皇居行かれたことがあるっていうのは、どれぐらいいらっしゃいますか？あ、結構いらっしゃいますね。皇居に行きますと、お土産が売ってますね。今、東京駅でも売ってます。いろいろおまんじゅうとかですね、東京駅で売ってますが、そういうものとか、宮内庁関係のものを、いわば販売する団体としてですね、菊陽文化協会っていうのがございます。天皇皇后両陛下の DVD とかも販売したりしているところですが、それが作っている皇室カレンダーっていうのがございます。これは西暦にするわけにはいかんだろうと私は思いましてね、去年の年末に、新天あの金城天皇、まあ最後の天皇誕生日の、一般参賀に行きましてですね、もうすごい人ですね。私は朝5時半に行ったんですよ。5時半に、つまり新宿、宿新宿でしたから、新宿の始発に出ましてね、5時半に東京駅で行ったら、5時まで来た人は整理券配りますから、5時半ぐらいに来た人はそこら並んでいてくださいと、こう言われるんですね。つまりどういうことかというと、もう12時から5時の間の整理券を取って、東京駅のあの高いステーションホテルに泊まってる人なんかいるわけですね。もう5時半からもう延々並んでるという、そういう状況でございまして、もうまたどうせ一般参賀はどれくらい行かれた方、やっぱちょっと関西からは行かれました。偉い人ですよね毎年偉い人ですよね。しかもあれはですね、大体3回とか5回とかねやるわけですが、1回行った人を全部出さないですよね。出さないんですよ。そしたら結構な人残るんですね。そこに新しい人入れますから、もう大変な人でしてね、さっきまでこうなんかね、第1回目なんかもう終わって、陛下のお言葉があって、でなんかこうみんなが万歳万歳で言った後ですね、どことなくみんなこう君が代を歌い始めてましてね、まあ非常にこうちょっといい感じで終わったわけですよ。ところがこの君が代の余韻のおかげで、みんななかなか出ない中人が入ってきましたからね、もう大変な人出でありまして、さっきまでちょっとなんかこう清らかな気持ちになったのに、途端にみんなもう何さんとんじゃお前とか言って、散々方々で喧嘩してるというですね、もう今日行くとはみたいな気持ちになるんですけれども、なかなか大変な感じでしたけれども、私もああいう時はね、人の流れに逆らない、出ようと無理に思わないということです。そう思うと最後まで私出れませんでしたけれどもねでそれをその後、ああこれこのカレンダーあるから、これは買ってみようと思いましてね、これはどうなってるんだろうと思いました。でちょっと丸めて持ってきましたので、ちょっと肩がついてますが、まあよいしょ、まあ1月2月はね、平成31年ですわ、皇室ご一家ですわね。で3、4もまあ平成31年となっています。問題は5月ですよね。そこはどうなってるかって、こっそり書いてるんじゃないかと思ったわけですけども、めくってみますと、まあ残念なことでがっかりしましたね、これは。新元号元年って書いてあるということで、まあこれは分かりませんと。ただ現在の皇太子皇太子妃両殿下のお写真を載せて、そこに天皇皇后両陛下というふうに書いているわけですね。まあ、そういう形でいわば未来のカレンダーであるということになっているわけですけれども、まあそういう形で、新元号、こう、まあ、菊陽文化協会なんかはそういう形で、いわば、まあ、お茶を濁した言い方失礼ですけれども、次の時代の始まりに備えているというところで、ございます。まあ、こういう形でですね、いろいろと、平成もしくは次の時代というものについての関心が高まっているところではございましてですね、例えば今年の正月なども知恵伊豆で年号特集がありまして、まあ、私もスタジオゲストで出させていただきましたが、まあ、橋本大二郎さんという元高知県知事の方が宮内庁付け記者、NHK の宮内庁付け記者でしたので、メインゲストですね、いろいろ面白いお話を聞かせていただきました。で、私も一回話を振ったのはですね、これはまだ後にお話ししますが、今回も今日多分日経でしたかね、報道が出ましたけれども、限界態勢でして、もし万が一漏れた場合は差し替えると政府の方が言ったということが、まだちょっとネット版でしか私見てないんですけれども報道されておりまして、まあ、前の時もそうでありました。閣議が決まりまして、その後閣議が終わってこの年号になりますと決まった後、天皇陛下に政令の署名をもらわないといけないということになります。その間に閣議をばらしてしまいますと、つまり
大臣をたちを外に出してしまうと、政治家は絶対しゃべるとこういうんですね、絶対しゃべると。だからもう閣議に終わっても出さない、もうそのまま閣議室に閉じ込めておくと。でそう言ってもちょっとお手洗いに行って出るのがいるからお茶も出さないと言ってですね、もう閉じ込めておく。で閣議で決まったものはすぐにその自民党、当時当たり前自民党一党政権ですから自民党の方に出さないといけない。で、当時の幹事長は安倍晋太郎さん、お父さんの安倍晋太郎さんでしたが、政調会長は渡辺道夫さん、あの吉見さんのお父さんですね。で渡辺さん、これ当時のあのルポに書いてあるんですが、渡辺さんという方は皆さんね、ご記憶の方多いと思いますが、よくいらんことを言って怒られる方でありまして、でその時もですね、ちょっとこうお手洗いにと言ってですね、閣議室で出たんです。実はその時も自民党のいわゆる三役含めは全員同じ幹事長室に詰めて、どうも安倍晋太郎さん当時ご病気だったので出てらっしゃらなかったようなんですが、突然相互監視させてですね、絶対漏らさないって言ってたんですが、渡辺さんはちょっとトイレに行って出たので、後ろから幹事長代理だった橋本龍太郎さんがトイレまでくっついててですね、絶対記者に喋らさないようにして連れて帰ったっていう話が私呼んでおりましたから、ちょっと橋本大二郎さんにその話を振りましてですね、お兄さんは当時どうでしたかって言ったら、当時安倍晋太郎さんはご病気で、私副幹事長でしたかって申し上げたら、いや幹事長代理ですっておっしゃられまして、というのは当時安倍晋太郎さんはご病気でして間もなく亡くなられますので、そういうこともありまして、ほとんど橋本さんが幹事長の役割を果たされていたというんですね。で、実際にはあのかなり知ってたかもしれないと。だから橋本大二郎さんは家に帰って、ちょっとお兄ちゃん何か教えてくれと言ってもですね、全然教えてくれなかったというですねお話をしてくださいました。なかなかそんなもんですかという感じなんですが、なかなかこれはプレッシャーでございまして、当時の年号関係に関わった官僚の方々、内閣官房関係の石原信夫さんとか松葉純三さんなんかは、寝言で言ってもいけないから、寝室を分けるというんですね、奥さんと寝室を分けるということもありますし、言われましたし、年号の提出に関わった学者さんなんかは奥さんにも言えない、一人で悩まないといけないから、それで寿命を縮めたなんていう方も噂される方もいらっしゃるわけでありまして、なかなか非常なプレッシャーだった。で、今回はどうするのかなというので言ってました。やっぱりそれは厳密でありまして、全員スマホは取り上げるだろうということを私は思うんです。なんかそしたらやっぱり新聞報道でも携帯は取り上げるみたいなことを書いてありましたので、そうでしょうね。なんか言語をなおとかって書かれちゃうと大変なことになりますから、そこら辺はうまいことしはるのかなという気がいたしました。というようなことを言ってたら、そもそも閣議室は閣議の部屋はなんか特殊な格好をしてて、携帯がつながらないようになっているようなんですね。ですから、そのあたりは大丈夫ですみたいなことを言われておりましたけれども、ある時私インターネット上で面白いことを書いている人がいて、面白いなと思ったのは、閣僚全員に全部違う年号案を教えて誰が漏らすか調べてみたらどうだみたいなことをですね言ってる人もいらっしゃいましたね。なかなか皮肉の効いたことを言う人いるなみたいなことを言われました。今回はね、ちょっといろいろ一部では年号の予想とかね、私なんかちょっとはしゃぎすぎかなという気がするんですが、ちょっとそういう冗談めいたこともですね、安倍総理が元号というのは日本国民のなんか日本国に根付いた身近なそういう言葉や文化の中から選ぶのがよろしいって言ったら、日本人が好きで根付いてるって言ったら残業だろうとか残業元年かとかですね、なんかそういうなんか皮肉を言う人もいたりですね、ちょっとなんか少し年号をおもちゃにするような雰囲気もあって、それは一部でどうかなというところもあるんですが、逆に言いますと前の時はちょっととてもじゃないけどそういう雰囲気はありませんでしたので、そういう点ではそういうふうに関心が高まるのはいいんじゃないかなというふうに考えております。ただやっぱりそこに関して正しい歴史的事実を踏まえた議論をされないと、何かこうちょっと間違った方向に議論が転がってしてしまうということもちょいちょいと見ておりますので、そういう話を今日させていただこうかなというふうに考えた次第でございます。プリントの方をご覧いただきますと、はじめにというところで言語の意義というところを載せております。皆さんね、新聞報道その他でも当たり前のように、
代替わりがありますと、皇位継承があると年号は変わるというふうに、年号あるいは元号は変わるというふうに言っているわけですけれども、それはなぜなのかということで、それはちゃんと法的根拠があるんですね。それは元号法というものであります。昭和54年に公布施行されたものでございまして、第1条元号は政令で定める、第2条元号は皇位の継承があった場合に限り改める、これだけです。当時日本で一番短い法律と言われました。現在でもかなり短い、現在でも多分一番短いんじゃないでしょうか。つまり元号は政令で定める、行政府の命令によって定めるということです。内閣が定めるということです。でこれは歴史上初めて、でありまして、つまりどういうことかというと、後でお話しますが、歴史上必ず年号は天皇が決めることになっておりました。ところがやはりそれをするということは、当時、の議論として日本国憲法のですね、天皇は国政に関する権能を有さないという規定に反するのではないかという意見が出まして、結果的に内閣が決めるということになりました。これはいわゆる法的な建前ですね。で、2条はただしそれは皇位継承、つまり天皇の代替わりによって改めるということですから、内閣が好き勝手に変えることはできない、天皇の皇室の在り方というものによって決められるのだということでありまして、これはいわば歴史的に元号は常に天皇と共にあったという歴史的な建前です。これは建前と本音じゃないですよ。2つの建前なんです。法的な建前と歴史的な建前ですね。それをどう調整するかということになるわけでありまして、例えば今回の1ヶ月前発表というやつですね、これなどは1ヶ月前に決めるということはですね、これは内閣が決めるわけですから問題ないわけです。法的な問題としては問題ない。しかしながら皇位継承があったときに改めるということで言えば、新天皇が新しい年号を決めると、あるいは新天皇の即位に連動して新しい年号が決定するという歴史的な建前に関して言うならば、これは少し困った問題であるということですね。少しどうなのだということになります。今回に関して言うとそれは仕方がない、もう決まってしまいました。ただその議論についてはやっぱり今後検討していかなきゃいけないというところがあります。例えば内閣法制局なんかは新年号の、つまり天皇が新年号に政の決める政令に署名するときに、それが前の年号だったらいけないみたいなことを言ってますが、そんなことないですね。前の平成のときにはちゃんと昭和年号のときに昭和の政令としてですね、昭和の記念がついた政令として改元をですね布告してたわけですから、そんなことないんですね。ですからこれは今後さらに検討しておかねばならない、問題として、残るということになります。今回は、いわば上位による改元の最初の例だから仕方がないとして、次回以降はどうなっていくのか、どうも日本人悪い癖がありまして、今回うまいこと言ったからそれでいいわというところがあるんですが、やっぱりこれは今後考えていかねばならない問題であろうというふうに、思います。でその元号法でございますが、その元号法を定める際に非常な功績を挙げた方が坂本太郎という先生であります。この方は日本古代史の大家でありまして、東洋法制史、日本古代史あるいは日本法制史においてもいろいろ業績を残している方でして、東京大学の名誉教授でいらっしゃいました。で、皆さんがご存知の古代史の枠組みっていうのは、だいたい坂本先生が決められたと言っていい、そういう方であります。例えば大化改新というのが歴史的に大きな意義を持っているというようなことは坂本先生のあたりでかなり強調されてきた。なぜかというと坂本先生が大化改新の研究というのでですね、学位論文を取られて博士になられた。そうすると新聞報道、新聞記者が来てるんだけど、どうも言ってることが食い違うなと思ってたら、大化改新じゃなくて大化耐震、火災と地震の予防のための建築の先生、大化耐震の研究だって言ってですね、誤解されていたというのがありまして、その当時は大化改新というのは今だったら絶対小学校でも習うような大化改新が全然大正時代は知られてなかったということが言われているわけでありますが、坂本先生以降大化改新が日本史上非常に大きなエポックをなすということが言われていたわけであります。でその坂本先生のはですね、衆議院の内閣委員会で当時呼ばれまして、元号について参考人意見を述べられるというところがございます。その際に、元号の制度というものの意義を述べられているわけであります。
まずちょっとそれを見ながらですね、まず年号元号の意義について、見ていこうと思いますが、もともと元号の制度は中国に始まったものでありまして、日本もそれを採用したものでありますが、ありますけれども、今日元号を用いている国は日本だけとあなりました。後ほどお話しますが、元号自体は、元号制度自体は中国の紀元前、漢の武帝という時代に始まります。でそれを周辺諸国も採用しております。で、朝鮮半島ですとかベトナムも採用しておりますし、あるいは中国の現在の、中国の北西部に存在しておりました清華という国ですとか、あるいは中国東北地方、渤海、旧満州近くに存在しておりました渤海という国、あるいはシルクロード流域に存在しておりました広州という国、そういうさまざまな周辺諸国もそれぞれ年号制度を導入しておりました。しかしながら中国ではそもそも辛亥革命の際に帝制が廃されますと元号制度はなくなってしまいますし、朝鮮やベトナムもそれぞれ王朝がなくなりますと廃されてしまうということになる。その他の国々もおおむねその国が滅びるとともに年号、その年号自体は消滅してしまうということになりまして、現在東アジアで行われていたいわば暦と漢字の文化の結合としての年号制度を継続して使っている国は日本だけということになったわけでございます。もちろん例外ありまして、辛亥革命の後ちょっとだけ遠征外がという軍人が皇帝になってみんなからブーブー言われてすぐ辞めてるんですが、その時に年号を使ったり、あるいは満州国も年号を2つ使っております。大同という年号を使ったりしておりますが、もちろんそういうのも全てその政権がなくなるとともに、消滅してしまうということになりました。ですから現在世界において年号を使っているのは日本だけでありまして、坂本先生曰く、こういう長い伝統を持っている制度は私は一種の無形文化財であると考えるものであるということを言われているわけであります。さらに元号を持つ、年号の持つ意義としまして、現憲法の定めの象徴天皇制下において、天皇と国民とを結ぶ絆として最も適当な制度であると。つまりどういうことかと言いますと、日本国民、日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の即位、そしてその、当時で言いますと崩御というものに連動して日本国民が使う時間が決定されると。これはまさに日本国憲法の精神に沿うものであるということを言われているわけですね。さらに日本が大法以来一度の断絶もなく独自の元号を持ち、中国から何の干渉も受けなかったという事実は、独立国として極東に公栄ある地位を保持しました証左であるということを書かれています。これも後ほどちょっと述べますけれども、年号を用いるということは、その年号を用いること自体がその王朝の支配下に入るということを中国では意味していたわけであります。例えば三国志の義語職難というそれぞれの国は独自の年号を使っておりますし、南北朝時代、中国が南と北に分かれた時、その他にもいろいろ分裂した時代にはですね、年号のはそれぞれ、独自のものを使っておりました。中にはですね、それこそもう1ヶ月ぐらいしか持たなかった政権とか地方政権でも年号を使っておりますから、日本ですと年号の数は247個っていう、ある程度確定できるんですが、中国では中国の年号の全ての数はいくつですかというと、これは答えられないんですね。確認できる数があまりにも多いということになりますので、政党王朝だったら、これだけだろうというようなことになるんですけれども、それでもちょっとカウントが難しいということがございます。そういうことで言うならば、その中国の年号を使うということは中国の支配下に入るということですが、日本はそういうことをせずに独自の年号を使っていた、これ自体が日本が独立していたという証拠であると、こういうふうに言われるわけなんですね。で、第3にでありますが、実際の便利の点からも元号が挙げられると。およそ無限に続く長い時間を区切るのは1年という単位の上にさらに適当な上級の単位があるのが望ましい。これはつまり、その時代を区切るのにですね、例えば我々は奈良に行けば天平文化とか、あるいはその他にも近代でした大正デモクラシーなんて言い方をしますけれども、あれが例えば天平文化をですね、8世紀の文化とかですね、8世紀文化とかですね、大正デモクラシーを19世紀デモクラシーと言ってしまったら、あんまりこう何て言いますか、ちょっと無味乾燥な感じがしますね。
源平合戦のことを自称寿永の内乱という言い方をいたします。まあ、なんで源平合戦と言わないかというと、北条氏兵士ですから、別に源氏と兵士で戦争してたわけじゃないということが言われて、当時の年号で自称寿永ということ言い方をするんですけれども、例えばあれを、12世紀内乱とかですね、それに類するような言い方で、言う方もいらっしゃるんですが、それはちょっといかがなものかということですね。それ自体がいわば一つの文化的価値を持つものとして表現されるということになるわけですから、それがある種意味を持っているだろうということであります。ちょっと昔ですと、例えば昭和元禄なんて言い方されましたね。あれは昭和も年号、元禄も年号ですから、何のこっちゃということですけれども、あれは元禄ということ自体が町人の享楽的文化が繁栄した時代であると、さらにそれが昭和、戦後の昭和のこの時期に繁栄しているということで、昭和元禄という言い方をされている。すなわち年号そのものが一種の文化的な価値を持つ言葉として機能しているということになるわけでありまして、これを使い続けるということも可能です。実際この頃は昭和でしたが、昭和と平成っていう言い方も一種の価値を持っておりますね。なんか昭和っていうと少し泥臭くて、でもなんかこう懐かしい文化ということで現在使っておりまして、平成は現代的で、少しちょっと冷たいところもある、でもなんかいろいろ面白いことが起こった、そういう方を、そういう言い方をしております。昭和の歌姫といえば美空ひばりという感じですが、平成の歌姫というとこう安室奈美恵ですかね、宇多田ヒカルとかですね、そういう感じになってきまして、文化的な考え方で言っても昭和は演歌とか平成はポップスとかですね、いろいろそういう文化的な表現で言っても言語で割るということがなんとなく使われているという感じになっておりますが、そういうことを言われているわけですね。最後に、ただ西暦を併用しても、西暦を併用して活用されるのがよろしかろうということを言われているわけでありまして、元号の意義というものはおおむねここに言い尽くされているところがございます。で、改めて、その坂本先生の発言をもとにですね、歴史的な内容を検証していこうということになるわけですけれども、年号の始まりというところを見ていただきますと、先ほどもお話しましたように、年号、中国年号の始まりは漢の武帝の時代でございますが、日本の年号の始まりはいつかといいますと、645年、大化の改新の時でございまして、光徳天皇即位、大化の改新によって、蘇我のイルカ、親子が殺害され自殺しまして、いわば一種の政治改革が起こるということになりました。以前はですね、大化の改新はなかったというような議論がよくありましてですね、大体そうなんですよ。邪馬台国はなかった、聖徳太子はなかった、大化の改新はなかったとかですね、大体なかった論というのは流行ったんですが、現在では皆さん行かれたことがあるかどうか分かりませんが、NHK ホール、大阪の NHK ホールの横に、NHK ホールと大阪歴史博物館の横に巨大な浪速の宮遺跡というのが出ておりますね。巨大な宮殿跡が出ております。で、あれは山根徳太郎という先生が非常に努力して発掘されたものですけれども、ああいうものは巨大な宮殿跡がありまして、あれはそれ以前の飛鳥の宮殿跡とは全然違うものであります。で、今までの飛鳥から出て浪速の方にあんな巨大な宮殿を作ったということを見てもですね、これは日本書紀大化において、その時代においてですね、大化の時代において大きな政治改革があったことの何よりの証拠であるということでですね、大化の改新というのはある程度それに類するものはあったと。ただ日本書紀に書いてることそのものではないけれども、一種の政治改革があったということでありまして、大化の改新はなかったと言われてた頃は大化年号もなかったと言われてたんですが、後からつけたもんじゃないかと言われてたんですが、現在では大化年号もあったのではないかというふうに言われております。で、その後出ましたのが白地、白い生地が山口県から献上されたということをもって、白地改元が行われました。で、これは、その後にも出てきますけれども、で、その後市長改元というのが行われまして、さらに大宝の701年にですね、対馬から金が献上されたことを理由として、改元が行われる。これが小隋改元というものであります。で、小隋改元というのは何であるかということですが、これは中国のですね、ちょっと薄いですね、もうちょっと大きく書きましょうか。
正髄祭思想というものに基づくもので、ございます。でこれは、中国の思想でありまして、中国では、天がですね、皇帝に政治を委ねると。ところがその政治を委ねた後ですね、ちゃんと天はその政治を見ていてですね、悪いことをしているといけないよというし、いいことしてたら褒めると。いいことしてた場合には正髄としてですね、例えば白い鳥ですとか珍しい亀とかが出てくるということになるわけですし、悪いことをしていると怪異といいまして、まあ今こういう言い方すると怒られるんですが、面取りが時を告げるというようなことですね。今そういうことで言うと女性差別って言って怒られるんですけれども、昔はなんかちょっと気のきつい女の人がいたらなんかね、なんか面取りが時告げるみたいなもんやみたいなこと言いました。あれは元々はあってはいけないことが起こったという証拠なんですね。そういう言い方をしてた。あるいは三本角がある牛が生まれたとかですね、そういうなんかこう不思議な現象が起こったということをもって、あ、これは何かこう天が政治が良くないと言ってるんだということ。さらに他に災害が起こったりすると。でそれでも皇帝が政治を改めないと天命が入れ替わるということで、まあ皇帝に対して、天が皇帝に対して預けていた委任を取り消すということで王朝が交代する。これを革命というふうに言うわけですけれども、そういうことが日本、中国では考えられていたわけであります。だから日本の場合はこれちょっと変わりまして、まあ、どちらが卵でどちらが鶏かという問題になるんですけれども、日本の場合ですと結果的に王朝交代が起こりませんでしたから、そういう天がですね、皇帝に対して、あるいは君主に対して、常にきつい勤務評定をするという思想が根付かなかったんですね。大体日本、中国の場合ですと天はオーナーでありまして、皇帝はいわばあの雇われ社長ですから、悪い業績が上がらなかったら交代させるぞというんですね。これ私以前は日産方式と言ってたんですが、今言うとシャレにならないんであんまり言わないようにしてるんですがで日本の場合ですと天はいわばアマテラス大神がそれに当たりまして、そのご子孫として現在の皇室まで続いているということです。つまりこれは同族経営なんですね。昔の松下です。これはそういうことになりますと、いわばあのオーナーが社長に対して常にこう厳しい勤務評定をして、何かあったら解任ということにはならないわけでありまして、正髄祭につきましても、まあ、天皇に対して天の神様が、めでたいものを贈られたと。で災害については神様がちょっとお怒りだからお祭りをすればいいということで、いわばこの正髄祭思想のものですね、いわば政府を転覆させるような、まあ、きつい思想じゃなくて若干マイルドな形で受容されるということになりました。ですから正髄祭というものも日本受容したわけですけれども、それにつきましては少し中国とはあり方が違うということになります。何か最近私雑誌読んでました、とんでもないこと言ってる人がいましてね、なんか天皇が代が、今まで天皇が一代一年号だったのがですね、いや今後も一代一年号ですけどということなんですが、こんな年号がポンポン変わるようになったら、しまいに災害が起こるたびに年号が変わっていって、これは正髄祭思想に基づくから最終的に日本に革命思想が根付くんじゃないかみたいなことをですね、いやもう結構立派な肩書きの人が対談で言われていてですね、これは全然この思想が日本でどう授与されたかと知らないですね。もしそんなこと起こってるんだったら日本は7世紀でもう王朝変わってるはずです変わってないわけですから、それは思想が授与される際にそれはうまくマイルドな形に授与されたということで、ございます。でそれ以降いろいろめでたい印が出たということになります。で大化なんかは白、白地などは白い生地です。大砲は対馬から金が出たということなんです。だから大きな宝ですね。ただこれは当時の対馬っていうのは銀は出るんですけど金は出ないんですよ。銀鉱脈ないんですね。銀鉱脈しかないんです。であとはこれはちゃんと当時の歴史書に書いてあります。後に、偽れること現れると書いてありまして、これはどうやらこういうことを持っていくとですね、いろいろ貴族扱いしてくれたり、その出した地域はですね税金が免除されるということになりまして、後々そういうことが起こるんですが、この時もどうも外国から買ってきた金をですねここから出ましたと言ってですね政府に報告して、一種の詐欺事件みたいなことが起こりまして、それによって改元が行われたということが言われております。ですからちょっとここにはそんなこと書かなきゃいいんですけど当時の日本の精神にはちゃんと書いてあるということになります。その後大宝から平成まで247年号が一貫して続けられるということになるわけでありまして、そしてこの養老犠牲令という、まあ、その前身として大宝令というのはこの大宝時代に作られた年号ですけれども、大宝年間に作られた
律令でございますけど、その律令にはおよそ公文に年記すべきは皆年号を用いよというふうにありまして、公文書には必ず年号を用いなさい、年号を書きなさいということになりました。これはどういうことかというと、今でもそうですね。何か書類書きましたら、平成何年何月何日山田何がしというようなことをこう書きますが、その出発点はここにあるわけであります。それ以前はおそらく10巻12紙で書いていたんだと思われますが、そういう形でいわば書類には年号を書くということが以後定着しまして、これが現在まで続くということになります。で、このような年号を変えるという理由についてはですね、先ほど言いました即位による改元、そして正髄改元というのがあります。その他に各年改元というのがありまして、これは平安時代に三好清之という人が主張した説でありまして、今でも日の絵馬は良くないとかですね、なんか星回りのことを言いますね。十巻十二支の星回りで一種の占いのようなことを言う人いますけれども、それでありまして、親友の年、親友の年はですね、大きな変革が起こる年であるから、大きな変革が起こる前に年号を変えた方がいいですよという、そういうことを三好清之という人が言いました。で、それが後に定着していくということになります。で、これはですね、その後しばらくすると、いや親友ほどではないですけど夏至の年も良くないことが起こるらしいですよと言って、この年も変えるということになります。だから60年に1回必ず年号を変えるということになるんですね。で、これはあまりにも良くないということで、1回後醍醐天皇の時にですね、こんなもん大体三好清之言ってるけど中国に根拠なんかないよということを言われまして、1回やめろと言ってたんですね。ところが議論した結果どうなったかと言いますと、確かに根拠はないけど、まあ、前からやってることだし、なんかやめるとちょっとみたいな感じで、そのままやっぱり今回もやりますみたいな感じになったそうであります。つまり、中国に根拠はないが先例としてやってるんだからやりましょうということに、後醍醐天皇の時にはなったようであります。で、その後は再位改元と言いまして、これは何か悪いことがあったら改元をするということになります。醍醐天皇の延長年間が最初でありまして、それ以降ですね、しばしば災害が起こるたびに年号が変わるということになっていくわけであります。では年号はどういうふうに決められたのかということでありますが、それについて平安時代末の合家次第という本にはこのように書いてあります。大臣陣、これ天皇のことを書いてません。貴族の儀式次第のマニュアルですから、天皇が年号を変えようと思うということを聞きます、言いますと、大臣が、貴族たちの詰め所である陣に、行きまして、そこで年号を変えることが天皇から発議されたということ、発議されたということが伝えられる。そうしますと、式部の大夫、式部の大助、式部の大夫、あるいは文書博士、式部省といいますのは儀式典礼を司る役所であります。そこの次官であります。今でもそうですが、長官、式部卿、大臣クラスは実際の政務はほとんどしません。名誉職です。ですからこれ現在の事務次官に相当する役所でありまして、で、儀式典礼を司る役所ですからの次官ですから、そういう非常な、いわば学者が任命される。ちなみにこの下にあるのは式部の上であります。この式部の上に任命されていたのが藤原の為時といいまして、紫式部のお父さんですね。だから紫式部ってのは、何で紫式部っていうかというと、式部の上の娘さんということが紫式部の由来なわけであります。で、その式部の大助と文書博士、文書博士といいますのは国立の大学であります大学寮の教員であります。まあ、ですから当時の日本においてかなり最高レベルの知識人に年号の文字を選ばせるということになります。年号の字を関心せしむと、改元せらるべき日、大臣陣に参りて定め申すらく、大臣が陣に行ってですね、陣というところは代理の中の貴族たちの詰め所であります。本来は詰め所だったんですが、そこでみんな待ってるとですね、そこに閣僚クラスが全部来るから、もうここで閣議しましょうということになるんですね。それで詰め所が実際的には国政決定の場合になっていきますが、そこで年号を決めるということになります。劇が関門を進む、劇という、まあ、事務方の官僚が年号関門を進めまして、まあ、読むと、進め、年号関門を提出します。
次に定め申すべくの申すべきの仰せをこうもりて諸教祖母に定め申すということで、年号についてここで議論をするということになります。まあ、ここで行われますのが、ちょっと薄いですが南鎮という議論でありまして、年号をですね、どういうふうに決めるかということでそれぞれ文字について議論するということです。例えば、正しいという字が入った年号番が上がりますと、正しいという字はなかなかいいんじゃないですかって言ったら、いやいやって言ってこう難をするんですね。正しいという字は分解すると1年で止まるって読めるから、これは良くないとかですね。で、例えば仁っていう字、人を慈しむ仁という字がありますけれども、これなども、いや仁という字は入ってますけどって言ったら、いやこれは人が2人いると読めると。そうすると人が2人いるっていうのは、これは君主が2人いるってことだから、国が割れる証拠だみたいなことを言うわけですね。他にも例えば平治の乱の時の平治、平という字が入っていると、平っていうことは何て言いますか、その身分秩序がなくなるということで、国が乱れる前兆だみたいなことが言われまして、まあ、実際その後平治の乱が起こったので、以後平という字は長く使われなかったんですね。少なくとも平という字を上に上げるということはしなくなりました。以後初めて平という字がその後使われるようになったのは平成まで長らく使われなかったのであります。で、まあ、そういうことなんか議論しまして、ただこんなことを言いますと、これはもう真剣に議論してるんですが、一方でその時にこうアピールするわけですね。自分はこれだけ学識があると、でこういう年号案が出てるけど、これは中国のこれこういう時にの王朝の年号でもう悪いとかですね、これこういうのは中国の建物の名前にあって、そこでは皇帝が死んでるからって、それは中国の建物、ね、宮殿の名前だったら誰か死んでるだろうってことなんですけれども、そういうことがまあ議論され、そういうことをいろいろアピールするわけですね。そして最終的に年号をまあこれでどうでしょうかということで、代弁をしてこれを読ましめ、事務方のトップである代弁がこれを読んで、それを聞いていろいろ議論して、量産 2,3 個に絞ってこれを天皇に持っていくと。でこの中の中いずれの年号を用うべきのよしを仰せられる、まあ、そのうち1個に決めてくれということがさらに天皇から仰せがありまして、さらに議論して1つにするということになるわけであります。でここで重要なのは最終的に天皇が決めるということになっていたわけなんですね。ところが例えば天皇が幼い天皇が平安時代末から半ばあたりから続きますと、実際にはそういうことを決定できませんから、天皇のお父さんで上位された上皇が決めるとかですね、あるいは天皇の補佐役である摂政関白が決めるということにもなりました。後になりますと、例えば武士が強くなってきますと、特に鎌倉幕府はそうでもなかったんですが、京都に拠点を持っている室町幕府などがなりますと、例えば足利義満なんかは、中国年号なんかにいろいろ関心を、中国の年号にもいろいろ関心を持っておりましたので、それをいろいろと朝廷に申し入れるというようなこともありますし、織田信長とか豊臣秀吉もですね、いろいろこうした方がいい、ああした方がいいということを言っておりました。ただ彼らはですね、武士ですから力はあるんですが学識はありませんので、例えば豊臣秀次なんかは関白でしたから、諮問されてるんですね。どうですかって言ったら、いや僕分かんないからいいです、そっちで決めてみたいなこと言って、そこでこうしろって言ってたら、多分秀次は秀吉の後継者になられると思うんですけれども、そこでなんかちょっとこう遠慮しちゃったっていうところが、まあなんかちょっとですいわゆるちょっと穏やかなですね、秀吉の後継者としては少し弱い感じがいたしますね、ということになります。でそういう形でいわば昔からそれはずっと身分の低い、戦国武将などの申し入れなんかもあったんですけれども、しかしながら後に、しかしながらですね、最終的には天皇が決めるということになっていたわけであります。しかしながらこのあり方が大きく変化しますのは江戸時代でありまして、江戸時代になりますと徳川家康の方が近中並びに公家諸法度というものを定めます。でその第8条に改元は官庁の年号のうち吉例をもって相定むべし、つまりどういうことかと言いますと、家康はこういうわけですね。応仁の乱以降ですね、朝廷は荒れ果てて君たちも洗礼や古実のことなんか知らないだろうと、
分岐はもう多く焼けてしまっただろう。だから適当な年号なんか決められないだろうから、中国の年号のうち適当なものを選んでですね、それで決めろと、こういうふうに言うわけですね。ただし重ねて襲来相馴染むものにおいては本朝鮮期の年号たるべきこと。どういうことかというと、もし、だんだんとやっていってですね、そういう年号について、いろいろ習熟していけばですね、日本独自の年号を作っていってもいいんじゃないですかみたいなことを言われるわけですね。こんなことは三河の土豪に言われる気分ですね、当時の貴族たちどんな気分だったんだろうと思いますが、向こうは強いですからね、そういうことも言ってられないということで認めるということになりました。で、怪元物語という林画報という人が書いた本によりますと、寛永20年の夜、ご孔明天皇即位、戒厳ありて正法と申すとありますが、天皇のご孔明天皇という天皇の即位に際しまして戒厳することになった。ところがその際にですね、その戒厳案を朝廷は幕府に送ってきまして、これでよろしいですかということを聞いてきたっていうんですね。これは今までなかったことです。なかったことっていうと、じゃあ室町幕府はやってなかったのかというと困るんですが、そういうことが堂々と行われたということですね。で、それに対して徳川家光大友好は何と言ったかというと、年号は天下ともに用いることならば武家から定めることはもちろんない。つまり年号というのは全国民が使うものである。そして現在全国民を統治しているのは誰かと、将軍である。だから将軍が年号を決めるということは当たり前のことだと、こういうふうに言うわけですね。で、それ以後年号を決める際には必ず江戸幕府の方に申し入れをして、これでいいですかということを決めて改めて朝廷に送ってということが、定められるということになったわけ、暗黙のルールになっていくということになります。ただ後になっていきますと、もう家康とか秀忠とか家光の頃はそうですが、将軍もだんだんと病弱ですとか幼少の将軍というのが出てきますから、そうしますと、もうしろ戦争が強いから将軍になったんじゃなくて、朝廷から任命されたから将軍なんだということで、朝廷の権威を利用するという方向に徳川幕府も移っていきます。そうしますと、だんだんとそういうふうに強く将軍のことを天皇に申し入れるんじゃなくて、お互い、助け合っていきましょうみたいな感じになっていきまして、天皇の権威と将軍の権威というものをお互いに依存させていくということになりまして、この年号につきましてもあまり熾烈なですね、対立が起こるということにはなりませんでした。そしてそういう状況の中でですね、日本年号の歴史、近現代というところに行っていきますと、この時期にはずっと歳改元、各年改元が起こります。つまり各年改元60年に1回、親友と歌詞がありますから60年に2回ですね、年号が変わりますし、歳改元につきましても、この頃はもう江戸で火災が起こったら、ね、改元、京都で火災が起こったら改元、で首都が2つあるようなもんですから、両方で何かあるために変わりますから、もうガンガン変わっていくということになります。そうするとやはりそれは、不便ではないかという意見が出るわけですね。実際中国ではすでに、明、すでに明王朝の際にですね、日本で言えば室町時代の頃ですが、一世一元、天皇一つに、皇帝一人につき年号一つというふうに決められておりましたので、これを日本も見習うべきではないかということ、意見が出されまして、例えば中井筑山ですとか藤田祐国というような大阪の懐徳堂や水戸の商工館というような学者たちがそういう意見を出しまして、それを老中の松平さんどもに申し入れるというようなことも起こりました。で、最終的にそういう意見をおそらく何らかの経由で手に入れた、岩倉具視が慶応4年にですね、御即位即時同日改元御一代御一号のことということをメモを書いておりまして、即位と同じ日に改元して天皇一人につき年号一つにしようということになります。で、また彼は別のところで南鎮とかあんなもうやめようと言ってるんです。あんなもうこれから国際化の時代なのに、なんかあんないちいち字がどうとか言って、そんなことで時間取るのもなんだと言って年号をの決定を省略していくということになります。ではそういう中で始まった明治の年号はどういうふうに決められたかということですけれども、9月7日、慶応4年明治元年9月7日、裏めくっていただきまして、
天皇親しく内しどころに熱し、みくじを引き、年号の字を請託したまうということになります。つまりどういうことかと言いますと、内しどころと言いますのは賢どころであり、現在賢どころと言われますが、宮中三殿の一つ賢どころであります。八田の鏡がお祭りしてあります。つまり天照大神の御分霊をお祭りしているところですね。そこに行きましてみくじを引く。つまりどういうことかというと、天神様の前で年号案を書いたくじを引いて、その中から引いて、それで決まったのが明治であると。だからこれはなんか明治年号はくじ引きで決まったみたいなことを言う人いるんですが、これは別になんかいい加減に決めたんじゃないですよ。つまり皇祖神、天皇のご先祖の神様のご意思をそこで聞いたということになるわけです。そして明治が決まったということになりまして、その後の明治改憲詔書では自今以後旧姓を確約し、一世一元もって英式となすということで、年号は天皇一人につき一つであるということが決められるということになります。さらにそれが明治22年の皇室典範にですね、継承されまして、戦争の後元号を立て、一世の間に再び改めざること明治元年の訂正に従うとありまして、一世一元制が法制化される。さらに、その皇室典範の催促として作られました東極令では、天皇戦争の後は直ちに元号を改めとあります。つまりもう元号、天皇が即戦争、天皇が亡くなったら次の天皇がすぐに即位する。そしてその時点ですぐに元号も変えるということになります。とこれは現実にやるとすごく難しいことですね。つまりだってそんなすぐ決められないじゃないかってことになるわけですから、今も例えば平安時代とかしたらこれのんびりしたもんでありまして、なんか2年と12ヶ月ぐらい議論してたりするんですね。さすがに3年になると具合悪いからということで、12月25日に無理やり改元したなんていう例もありまして、結構のんびりしていたんですが、とてもそんなことは無理だということで直ちに変えないといけない。でも亡くなる前に議論できないでしょっていうことになりまして、そこでいろいろこうエピソードが生まれてくるということになるわけであります。例えば大正改元の時はですね、明治天皇の崩御の直前にですね、崩御の2日ほど前に西園寺公望が当時の資料によりますと、まあ、はなはだちょっとこう申し訳ないことだけれども、もう多分ダメだと思うということを言われるわけですね。で、ついてはもう決めないといけないけれども、これは議論している時間がないから、それ西園寺さんは貴族、公家出身ですから、年号については私が決定するから年号案を持ってこいと言ってですね、でどんどん持ってこさせてですね、その場でこれはダメ、これはダメって言って、最終的にこれでよかろうとして決まったのが大正ということになったわけであります。しかしながらこれはですね、しばらくして当時図書の神、現在の宮内庁所領部の前身になります宮内省図書領、つまり宮中の本の管理をしているところですが、そこの長官になりました森林太郎、作家としての名前は森鴎外ですね。彼が手紙の中で大正という年号は越南、現在のベトナムの王朝のにあると言うんです。ただこれは幕朝というですね、すごく短期間に終わった、ベトナムの歴史年表を見ても出てこないようなですね、非常に短期間に終わった王朝年号ですから、つまり西園寺さんもそれ知らなかったんです。ところがそれはやっぱり良くないということで、良くないって何が良くないんかなという気がしますけれどもね、森鴎外はちょっと批判しているということになります。で彼はですから自分でですね、ちゃんと決めないといけないということに、そういうことに対して批判した分責任を取るわけでありまして、元号考という論文というか本を書くんですね。これは日本のさまざまな年号の出典を自ら調査したものでありまして、これがほぼ森鴎外最後の著作ということになります。彼の最後の著作は研究書なんですね。で同時に奈良女子高等師範、現在の奈良女子大の教授でありました吉田増蔵学研という号ですが、吉田増蔵という人物を宮内庁の図書領に引き、宮内省図書領に引き抜きまして、そこで、自分の蔵書などを送りましてですね、森鴎外が亡くなる前に蔵書などを送りまして、元号研究の継続を依頼するということになります。そしてその吉田学研こそが
昭和年号を選んでいくということになるわけでありまして、現在この人は福岡県の出身ですが、生誕のところには昭和の父としてですね、吉田学研の生誕地には昭和の父として日が立っているということになります。まあ、こういうところがやっぱり重要ですね。つまり今回やってみた、ちょっとなんかいろいろ漏れがあると批判がする、それはいいんです。批判した後でじゃあ次はどうするか、万全を期して次はこうしておこうということになります。ただ昭和もですね、実は中国の皇族の送り名にあるという批判はあるんです。単純にね、これはね、いい字は誰か使ってるんですよということなんです。これはどうしてもそういうことが出てきますので、今後どうするかという問題が出てまいります。で、その後であります、戦後でありますが、すみません、ちょっと時間来てしまいました。もう少しだけお話して、戦後の話をして終わっておこうと思いますが、戦後になりますと、旧皇室典範が GHQ の占領下に廃止されます。で、あと現在の皇室典範、新皇室典範では元号についての規定はございませんので、それをどうするかということになりました。で、昭和元号は現在使われておりますから、それの法的根拠として元号法案というものが作られるんですが、これは GHQ が反対して沙汰闇になります。で、以後どうするかということになりますが、これにつきましては昭和21年の段階では、国務大臣金森徳次郎が皇室典範は廃止されたが、皇室典範の前提となった明治改元の行政官布告、そこには以後一世一元とすると書いてあるんだから、それを法的根拠として生きていると、こういう理屈を言うわけですね。で、ですからこの頃の六法全書には行政官布告がそのまま載っているということになったわけです。しかしながら昭和43年になりますと、事実たる慣習として昭和という年号は用いられておりますという言い方に、法制局長官の言い方が答弁が変化します。これ何か、事実たる慣習って何かというと、民法などの言われていることで、公序良俗に反しない習慣は尊重するべきであるということです。つまり昭和年号、現在使われている昭和年号の法定根拠は何ですか、現在昭和年号が使われているからですと、こういうことになるわけですね。で、それについてさらにと国会では議論する質問が飛びます。では昭和の次の元号についての法定根拠は何ですかと、法制局長官曰く現在ございませんというわけですね。えらいこっちゃということになるわけでして、元号法案の作成が急がれるということになりまして、昭和54年、大平正芳内閣の際に、元号法案が通過いたしましてですね、以後元号の法定根拠は定まるということになります。その際に元号選定手続きの閣議報告も行われまして、現在よく使われている元号の選ぶ根拠といいますか、元号の選定の基準というものが定められる。元号考案者は各候補者の名前、転居、各候補名の意味、転居などの説明をつける。つまり元号は転居がいるということですね。NHK の番組なんかでなんか年号案をみんなで考えようとか言ったら、なんか元気元年とか言ってる人、元気がいいから元気元年とか言ってる人いましたけど、やっぱりそれは良くないんですな。ちゃんと古典の出典がなければならないということになります。さらにその後、国民の理想としてふさわしい、いい意味を持つ漢字2文字でなければならない。それはなぜかというと、例えば奈良時代の日本では漢字4文字ってありましたし、中国以外の王朝で、中国周辺の王朝だったら6文字とかありましたけど、それはダメ、漢字2文字ということですね。書きやすいこと、読みやすいこと、これまで元号または送り名として用いられていないこと、俗用されているものではないということ。まあ、現在でもそうですが、少なくとも明治、大正、昭和、平成はどれも書きやすいですね。大正の時には例えば天候、食産工業の工という字を入れるという案が出たんですが、これは左右の気持ちが書きにくいって言って、却下しております。つまり小学生でも書けるような字じゃないとダメだよと言ってるんですね。まあ、そうしますと、今回もかなりそういう画数の多い字はかつてはあったんですが、省かれるだろうと。まあ、ですから私よく冗談で言うのは、まあ、うつは選ばれませんね。あと醤油の皮脂を、あれもダメですね。ああいう字は選ばれないですねって言ったら、そもそもそんな字は使わないでしょって言って、えらい怒られたんですけれども、まあ、あとバラとかですね、そういうこともないということになります。で、そういうものになります。まあ、あるいはそういうことになりまして、いろいろ基準が定められるということになりまして、それが最終的に最初に、定められ、最初に、実行されるのが平成改元でありまして、
昭和54年の段階ですでに年号案の作成者が作成が委嘱されていたようなんですが、その後作成者がどんどんなくなってしまいましたので、いろいろ入れ替わりがありまして、最終的に、選んだのは誰かという議論は、まあ、しばしばされていたところで、ございます。で、検事と昭和64年に、1月7日に昭和天皇崩御されますと、検事と昭憲の儀、小渕恵三官房長官がその後新元号の候補 3案を衆参両院の正副議長と有識者8名に提示し、閣議で報告し、政令の交付手続きが行われてというような形で公表すると、いうことになります。先ほど言いましたけど、これは非常に、芸術的に行われたものでありまして、今回もそれは議論されていることでありますが、天皇がニュース速報で先に年号を知るということがあってはならないということなんです。当時の政権担当者が言って、関係者が言ったこと。現在もそれは言われてます。それ絶対やっちゃダメだから、漏らしちゃいけないし、かつ、閣議で先に分かっててもそれはすでに天皇のところにちゃんと宮内庁の方に連絡を入れたと言われてます。こういう年号が決まりましたという報告は入れて、その後政令の署名をもらいに行っているということが分かっておりまして、そのあたりはうまくですね、先ほど言いました歴史的な建前と法的な建前を両立させるべく努力がされていたようで、ございます。で、四季と諸教から内平らかに外なる、地平らかに天なるという文言が選ばれたというわけでありまして、国の内外にも天地にも平和が達成されるという意味が込められているということが小渕内閣官房長官より発表されるということになりました。で、実は先般来報道されておりますが、九州大学の目加田誠さんの案というものの、まあ、前身というべきメモ書きが、発見されたということになっておりまして、まあ、いろいろそういう関係資料も今回、いろいろ発見されておりますので、それについては平成の年号手続きにつきましては、年号の選定手続きにつきましては、今後さらに研究の余地があるだろうということになるわけで、ございます。まあ、というわけで、まあ、非常に駆け足でありますが、年号の歴史というものを見てまいりました。昭和天皇崩御の後ですね、まあ、非常にバタバタと決まった年号ではございますけれども、しかしながらこの前金城陛下の30年記念式典ではですね、こういう平成の決まった時に、ともどもに平らけきよう気遣うんと諸人の言葉国内に密というですね、皇后陛下のお歌をですね、陛下は弾かれまして、平成という文字にふさわしい平和が達成される時代を作ろうという言葉が当時の国に満ちたことを私は覚えているということを、まあ、少し言葉を詰まらせながらおっしゃられたのを皆さんご覧になられたと思います。まあ、これから西暦はどんどん普及していくことは間違いないですけれども、しかしながら紀元前より歴史を持つ元号というものは、いわばそれ自体が一つの理想を示す文字としてですね、だからなんか平成って言ってるけど全然平和じゃなかったみたいなことを言う人いるんですが、しかしながらやはり明治以降日本国が主体となる戦争が起こらなかったという点ではですね、平和な時代であったことは間違いないですし、それはやはりその平成という文字を実現していこうというですね、天皇のご意思というものもおそらくはあったのではないだろうかと考えます。その点で言えば次の元号はどうなるかということはいろいろ注目されることであるでしょうけれども、しかしながらそれをもってですね、それが出た段階で何らかそういう理想を実現する文字でありましょう、そういう実現を理想を実現する文字をですね、また一つの目標としてですね、次の時代が築かれていくのではないだろうか、そうあってほしいと思う次第でございます。というわけでちょっと時間オーバーして失礼いたしました。以上で終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございます。年号を使われているかということによってですね、その武士がどの勢力の支配下にあったことが分かるということがなっておりまして、その点では非常に重要な問題になっているんですが、当時年号が分裂していたということは事実ありまして、それは南北朝だけには限りません。自称寿永の内乱の時には源氏型と平氏型で年号が別の年号を使われていたということもあります。しかしながら興味深いことはですね、大体そういう時中国ならだったら俺が新しい年号を立てるよって言うんですよ。
例えば源頼朝とか、足利尊氏みたいな人間が勝手に俺が新しい皇帝で新しい年号を決めるよと言うんですが、日本の場合そこは妙なんですね。必ず天皇を担いで、その天皇が年号を決めるということになっておりまして、そこら辺が少し日本の独自性というところではないかと思います。そんなところで回答になっていますでしょうか。大化から誕生して247年ということ で、はい、でこの坂本先生のお話の中に、日本が大宝以来一度の断絶もなくと書いてありますので、大宝までの白地とか市長とかの間は何か空白があったということですか。はい、そうですね。大化の後白地が使われまして、大化白地は連続してますが、その後首長までしばらく時間がございます。で、首長の後、首長はだいたいね2ヶ月ぐらいですね。ちょっと天武天皇晩年の時にちょっとだけ使われまして、すぐ使われなくなりました。で、その後大宝まで少しタイムラグがございます。これはなぜかというので、これは同時にですね、この頃の大化白地首長の初期年号といわれる年号については、出土遺物もほとんどないんです。いや、なことはね、うちの裏にあると言ったら教えてください。これはもう出てきたらすぐ国宝です。その時はぜひともご一報ください。私は報告してますから。唯一の例外は、現在京都府宇治市の北条院というお寺にあります宇治橋断碑という碑でありまして、これは宇治橋が大化に建てられた時のことを記念して建てられた碑であります。そこに大化2年という文字が見えますが、ほとんど使われていません。なぜかと言いますとですね、やはりあんまり大々的に使いたくなかった。なぜかというと、当時新羅という国、朝鮮半島の新羅は独自の年号を使ってまして、それを知った中国の、それをそのままにですね、中国の方に使者を派遣したところですね、お前何勝手に年号使うてんねんと言ってめちゃくちゃ怒られるんですね。で、中国年号以下使うようになった。だから日本側からすると、なんか中国の年号をそのまま使うっていうのもちょっと尺だから、独立の証拠として使いたいんだけど、でもなんかあんまり大々的に言うと責められても困るから、まあちょっとこっそり使っておこうって。そうそう、こっそり使いますと、なんかだんだんもう使わねえんちゃうかみたいな時期があって、行われた。大法以降になりますと、法的に根拠は定められますから、それによって継続していくということになりました。おそらくその段階で中国の方にも、こういうふうに使っておりますけどよろしいですかということを言ってるんだと思います。なぜかと言いますとね、これはちゃんと証拠があるんです。平安時代に滋賀県にある三井寺を作った円珍というお坊さんが中国に修行しに行きます。その時に九州の太宰府の神寿三年という年号を書いたものをもらって、実は身分証明書をもらうわけです。この人は間違いなく日本人で、中国に修行のために行けますという書類をもらいます。それで船に乗ってですね、中国に行きますと、中国の地方の役人がそれを取り上げて、ふんふんと言って、忍寿3年にこの人は日本から中国にやってきました。で、間違いなくこの中国の大中2年という、またこれ中国の年号の時に日本から中国に渡ってきて、この人は日本の中国のどこそこのお寺に行きたいと言ってますから通してあげてくださいという通行証を渡している。で、その通行証はですね、いわば円珍が中国でちゃんとした仏教を修行してきたことの証拠ですから、持って帰ってきて三井寺は時報として大事に保存してるんです。だから現在も伝わっている。しばしば比叡山から焼き討ちに打ってもそれをすぐ持ち出して逃げたということが分かっております。ですからそれを見るとですね、中国は当時、中国の役人は日本に独自の年号があって、それは中国とは違うということを認めているということになるんですね。それはなんでそんなことを認め出したかというと、多分おそらくは7世紀のそういう大宝年間ぐらいになりますと、中国はですね、現在のチベットとかウイグルのあたりの王朝から攻められてきまして、そっち側に手いっぱいになりまして、東アジアの方はあんまり関心なくなってきます。で、新羅なんかはもうなんか最初朝鮮半島は唐の支配下に入れるとか言ってたんですが、もう従してくれるならいいよ、形式的に従ってくれるならいいよということになって、新羅の独立を許すということになりますし、日本に関してもそれほど、攻めてこなくなるということになります。まあ、おそらくそういう状況で、大宝以降は連続して続いていくということになりまして、大宝以前はちょっと断続的だったということであろうと思います。はい、他にございますか。この際先生がポッとしたら次の年号ご存知ですか。喋っちゃいけないのでじっと我慢していらっしゃるのかな。まあ、皆さんね、ちょっといいですか。じゃあ、なければ皆さん次の年号ね、気になりますよね。その年号は何であるかと。これは現在は分かりません。
ただしヒントはございましてですね、実は平成というのはちょっと例示面にも書いて時間の関係で触れませんでしたが、慶応、つまり明治の年号の前に、慶応の年号の際に年号案として出されましてですね、没になってるんですね。でそれは他の年号案もそうでありまして、例えば洪水が起きた次の改元の時に三水編の年号を出してくると、これは先ほど言った南鎮で跳ねられるんですが、まあ、次はそうでもないから採用されるということでありまして、なんか没になったから悪いということじゃないんですよ。その時の時代状況によって選ばれなかったことがあると、そうしますとですね、結構これいい年号案がちゃんと出典もあるし、出典も決められているからいい年号案もあるということになりまして、まあ、かつて没になった年号案の中から採用される可能性というのがあるんじゃないかということを所先生も言われてますし、私もその可能性は高かろうというふうに思います。で、この文春新書のですね、巻末にはですね、今までの未採用年号一覧というのがございまして、大体これがこの中から選ばれる可能性があると思いますので、もしご関心がある時はお買い上げいただきましてですね、ちょっとどんなものかというのをまた見ていただければというふうに考える次第でございます。なんか最後は宣伝になりましたけれども。